池袋西口転勤構図はコピーサービスを中心としたソリューション事業を展開する企業である。コピーのほか、印刷、製本のような関連サービスを広く手がける。法人だけでなく、店舗型で一般消費者も顧客とする、いわゆるビジネスコンビニの先駆けである。1970年、創始者のポール・オファラがアメリカ・カリフォルニア州サンタバーバラにある カリフォルニア大学の学生街、アイラビスタにコピーショップ、金庫図を起業。2004年、アメリカの大手運輸業、フェデックスが約24億ドルで買収し、店舗名をフェデックス金庫図とする。2008年、北米ではフェデックスオフィスへと改称した。なお、金庫図の名称は、ポール・オーファラのあだ名、髪が巻毛イコールキンキーヘアに由来する。著書に、夢は、 働きがいのある会社を作ること。難読症を乗り越えて成功した金鉱図。創業者事典が、翻訳で出ている。1991年12月、住友金属鉱山株式会社が、米国金鉱図、サービス社と合弁会社、金鉱図ジャパン株式会社の設立に関する契約を締結。1992年2月、金鉱図、ジャパン株式会社が、 名古屋にて金庫 S1 号店を初出店。以降、大都市を中心に全国へと店舗展開する。アメリカ本社がフェデックスに買収されたことを受けて、2005年2月、フェデックス金庫ズジャパン株式会社に称号変更し、フェデックス金庫 S にブランド変更。フェデックス買収以降は当初、アメリカ本社、フェデックス金庫、 S インターナショナルインクの完全子会社であるフェデックス金工図ジャパン株式会社が運営していた。当時はコピーサービス、印刷、製本などに加えてフェデックスの荷物受付、梱包材の提供等も言っていた。中国、九州地区の店舗は株式会社 GA クレアスがフランチャイジーとして営業している。同社の運営店舗は2009年4月1日。 フランチャイズ契約の変更から、ブランド名を、フェデックス金庫 S から、金庫 S に変更。加えて、他店舗の売りかけ口座の利用、フェデックス金庫図で対応している他店舗、受け取りサービス等が利用できなくなった。2012年5月、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社が、株式譲渡により買収し、完全子会社化した。その後、年月日付で、 金庫図、ジャパン株式会社に称号変更し、同社が運営する全店舗のブランド名を金庫 S に変更した。この変更により、2005年1月以前のブランド名で、ある金庫 S に再び統一されたが、前述の経緯により、金庫図、ジャパン直営の店舗と GA クレアスの FC による店舗では、金庫 S のロゴデザインが異なり、金庫図、 ジャパン直営の店舗はコニカミノルタのグループ企業ということもあり、看板類などにコニカミノルタのコーポレートロゴも表示されている。国内56店舗中、都内を中心に18店舗で24時間営業を行っていたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、2020年3月より営業時間を短縮。8月31日、 全店舗で24時間営業を廃止することを発表した。ありがとうございます。